注入か。ガッチャピン。まさかね、こんな CM に出演できるとも思ってもいなかったものですから、もうとっても嬉しかったです。CM でしたらね、いつもと違う自分を見せられるかなと思ったんですけど、まあ、コンテを見たら結局ガチャピンがみんなの注目を取るやもん。ああ、よくぞ聞いてくれました。ズバリ身長です。え？いや、ガチャピンのことは本当にすごいなと思っていますよ。でも正直たまにイベントとかで今日だけガチャピンお休みしてくれないかなと思うことはまあなくもないというか、なんというか、はい。ガチャピンは得意なことがもうたくさんありますからね。もう私なんてこう12億の資金でもないと、まあ、勝負にならないと言いますか、なんと言いますか。それはもう友達をいっぱい呼んで、おいしいものをたくさん食べながら、みんなにキャーキャー言われたいですぞ。友達になってから46年経ちましたけどね、一度くらいガチャピンと同じこう人気者の気分というものを味わってみたいんですよ。それはもう12億を当てることです。そしてガチャピンよりビッグになりますぞ。むしゃん、ムック、ムックどこ。ボーナスビッグ当たりますように。いらっしゃいませ。ビッグってすごい額ですね。はい、もしすごい額あったらガチャピンより人気者になってやりますぞ。ガチャピンだ。ガチャピン。悔しい。人と比べるから辛くなるんじゃないんですか。ボーナスビッグ今だけ。私だってビッグな焼き餅。どう